志村さん、はい。俊介さん、総平さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。オンラインということで、実はどちらにいらっしゃるんですか、志村さん。僕は大阪に今います。大阪から。はい、ありがとうございます。総平さん、おはようございます。おはようございます。ですね、総平さんと志村さん、お互いどうやって呼び合ってるんですか？ああ、僕は弟のことを、総平って呼んでて、はい。で、俊介って呼んでる？うん、俊介って言われてます。俊介、総平の関係なんですね。はい。よろしくお願いします。ではですね、今日は、まず簡単に自己紹介をしていただきたいなと思うんですけれども、志村さん、俊介さんからお願いいたします。ありがとうございます。皆さんおはようございます。志村俊介と申します。そうですね。簡単な自己紹介でいくと、弟が、ダウン症で、知的障害もあって、で、そういったところから、障害福祉の、業界に、興味を持ってですね、今は、株式会社、リンオミっていう会社を、創業して、代表しております。はい。じゃあ、総平さんも、自己紹介、お兄様もサポートしていただきながら、何歳ですかね、総平さん。もう今、何歳になられたんでしょうか。8？ 8、はい、28ですね。28歳になられて。ということは、お兄さん3歳上ですからね、31歳。なんで、で、お兄さん。はい。で、総平さんが28歳ということで、今はどちらに、通われていらっしゃいますか？コルメナと言ってます。コルネラという、コルメナっていう、生活介護の事業所に、日頃通って通ってらっしゃる。そして、お住まいはどちらですか？ます。大阪の高槻です。高槻の、今一緒に住まれているわけではなくて、そうですね。宇津木荘っていうグループホームに住んでる宇との津こ木とで荘す。っていうグループホームに。で、普段はそちらで過ごされて、週末になると、ご自宅の方に帰っていらっしゃる。はい。いつからグループホームに入られたんですか、総平さんは。8月あ、ぐらい今から、年の、はい。今年の8月からでしたら、8、9、10。3ヶ月余りですけれども、どうですか、生活は。一人で、一人でって言ってもグループホームなんですけれども、グループホームで、他の方たちとも一緒に過ごすようになって、いかがですか？グループホームの暮らしは。楽しいって言ってまうん。す。あ、今、うんってお声が聞こえました。ありがとうございます。今日は、昨日からね、ご自宅に戻られてるんですかね。はい。朝何を食べましたか？パンと、ソーセージって言ってソーセージ。はい。大好きなソーセージを、はい。召し上がって、今日来ていただいてます。あれですね、ご兄弟で、こういったオンラインに参加されるということは、今までありますでしょうかね。初めてです。あ、初めてです。皆さん、参加者の皆さん、今日初の、ご兄弟でご出演ということですね。貴重な機会をありがとうございます。ではです。はい。ありがとう。じゃあ、すごく、ちょっと緊張されてますよね、きっとね。画面の中から。はい。よろしくお願いします。ではですね、少し、お話を伺っていきたいんですけれども、先ほど、志村さんが、リンオーミーという会社を設立されたきっかけとなったのが、弟さんの存在があったということなんですけれども、弟さんとのその会社を設立する前、実は志村さんテニスにね、打ち込んでらっしゃった時期があったかと思います。テニスを始めて、そしてすごくもうスキルも、向上されてアメリカにも行かれたということを伺ってます。との、幼少期、小さい頃の話、何か思い出があったり、この写真見ながら思い出すようなことがあれば教えてください。そうですね。僕、小学校の低学年、小学3年生から小学6年生まで少年野球をやっていて、で、野球の試合が、だいたい月に2回ぐらいあったんですよね。で、その時に、少年野球の試合って、応援歌を歌ったりするんですけど、弟も一緒に歌ったりとかは結構してて、で、そういう、試合のところには常に弟は参加して、で、一緒に付き添ってくれたというか、そんな経験があります。ああ、総平さん、総平さん、歌覚えてますか？
もう忘れちゃったかな。一応、ちょっとだけ覚えてそうです。覚えて、いや、結構ですね、記憶力本当いいんですよね。時系列でいつっていうのがちょっと難しくて、もうすごく記憶力良くて、すごく昔のこと、私たちも忘れてるようなことも覚えてたりしますので、きっと覚えてると思うんですよね。はい。多分、野球をやってる方、私も友達いるんですけど、お母さんたちって必ず応援行ったり、いろいろお世話するじゃないですか。ね。親御さん、参加が結構マストな感じの、活動ですよね。野球ってね、少年野球って。多分、きっとお母様が、宗平さんを連れて、毎試合行かれてたんでしょうね、きっと。ああ、そうですか。なんかヤギが見えますけど、これどこの写真なんですか？なんだかな。なんか、家族で、どっかテーマパークかな、でも関西やったと思うんですけど、淡路島か兵庫県の方か、そういうグルメの丘かな、なんか行ったんですよね。おー、うん、グルメの丘。動物って宗平さん好きですか？好きな動物ありますか？いますか？ゾウが好きって言ってます。ゾウ、ゾウ大きいですよ。ゾウは動物園で見たんですね、きっとね。確かに惹かれますよね。遠くから見てても大きくてよく見えますもんね。そうですか。象がね。じゃあですね、野球少年だった、俊介さんですけれども、そこから6年生まで野球に打ち込んでらした。その後ですか、テニスに。あ、そうです、そうです。小学6年生になって、こう、卒団式っていうのがあるんですよね。小学少年野球の。で、はい、一旦、こう、卒団をした後の、ちょうど12月だったと思うんですけど、母が、クリスマスプレゼントで、テニスの1週間体験、なんか、チケットみたいなのをくれてですね、そこで、テニススクールに初めて、まあ、行ったと。で、その時に結構、ドハマりしたのがきっかけですね。はい。なんか、素敵なクリスマスプレゼントですね。ちょっと、そんな素敵な、プレゼンされるお母様のお話、ちょっと伺ってもいいですか？はい。はい。テニスの、まあ、その、体験チケットを、一週間の体験チケットをプレゼントされた。お母様もテニスをやってらしたのかしら？そうですね。母は大学からテニスを始めて、で、当時多分サークルだったと思うんですけど、なんかこう、グラフっていう選手ご存知ですか？グラフ、はいはいはい、はい。グラフにすごい憧れて、ハテバックで、で、すごい研究をビデオテープ擦り切れるぐらいずっと見てやってて、で、社会人になってからも、なんかテニスのこう、レッスン、まあ受けたりとか、あとテニスコーチの仕事も一時やってたりとかして、で、関西のなんかレディーストーナメントとか結構優勝したりとかして、はい、なんか頑張ってたみたいです。ああ、そうなんですか。初めて伺いました。お母様もスポーツがすごくお好きで、あ、そういう環境に育たれたんですね。じゃあ、宗平さんは何かスポーツされてますか？プールは行ってて、水泳と、あとは、僕らが、こう、テニス教室をやるときに、こう、参加して、弟の方がテニスの才能はあります。おー、はい、そうですか。宗平さん、テニス好きですか？うん、好き。水泳も好きですか？好き。水泳も。はい。今、水泳どれぐらい頻度でやってらっしゃるんですか？なんか、その生活介護の中で、こう、プールの日があるみたいで、うんうん、で、週に1回ぐらい、こう、行ってるみたいです。あ、ね、体型もスリムでいらっしゃるし、うん、結構ね、運動されてるんだな、っていう感じもしました。はい。これは、僕も毎日行ってて、うん、なんか、散歩っていうか、本当に、はい、1時間ぐらい毎日歩いてるので、体型が。ね、その、事業所の方でも運動に気をつけて、こう、毎日のプログラムを、はい、作ってくださってる感じですかね。ではですね、そんな体験、テニスの1週間の体験、クリスマスのプレゼントにいただいたことがきっかけで、テニスを始められて、ドハマりしたっていうお話からなんですけれども、それからあれよあれよという間にプロを目指すほどに上達されたんですね。心当たりちょっとお話を伺ってもいいですか？ありがとうございます。なんか、まあそうですね。結構、
この、まあ、家庭環境だけ考えると、やっぱり、その、しんどくなる時もあったんですけど、テニスって、なんかこう、違う自分で入れたんですよね。で、すごいこう、のめり込んでいって、そのテニスの世界の自分と、まあ、こう、家族とのその自分とっていうところで、ある意味分人化できたというか、それで、その、まあ、負けたくないっていうのがすごく、まあね、負けず嫌いが多分強かったなと思うんですけど、こう練習も、なんかね、こう、同じ目にやってても、誰よりもこの一球に集中しようとか、そういうのをずっと積み重ねていって、で、まあ気づいたらね、こう全国とかも出れるようになったりとか、まあアメリカもそうですし、行くチャンスを得たりとかっていうのにつながっていったって感じですかね。うん、へえ、関西はテニス人口というか、それテニスの環境って結構いいんですか？ああ、関西、大阪は結構整ってると思います。うん、で、実際に、うつぼテニスセンターっていう本町のあたりに、すごい8面、あ、もうちょっとあるか、16面ぐらい、テニスコートがあるんですけど、そこでよく世界の大会とか行われたりとか、今はちょっとわかんないですけど、トーレパンパシフィックオープンとか、まあ、デビスカップとかも、はい、そこでやったりとかもしてて、結構、まあ、プロの選手が身近にいるような環境でしたね。でもそれってどんなスポーツでもすごい大事ですよね。プロの方とかトップアスリートのその競技を見る機会、チャンスっていうのがこう身近にあるっていうのはすごくいいなと、はい、今思いました。あれですね、負けず嫌いの性格と出ましたけれども、総平さんはどういう性格だとお兄様から見て思われますか？結構、まあ、側強いんですけど、やっぱり人に優しいですね。で、なんか昔あったのが、こう、友達が泣いてたら、何も悪いことしないのに謝りに行ったりとか、なんか、赤ちゃんが泣いてるのも見て、こう、自分も落ち込んじゃったりとか、結構、こう、人のそういった様子にすごく敏感で、なんか、はぐれてる子とかいたらその子とかに、それは今でもなんですけど、結構そういうところはあるので、なんか、優しいですね。優しいお兄さんなんですね。もう多分もう28歳ですもんね。なんかこう、はい。総平さん、こう、子供、ちっちゃな子供さん好きなんですかね。ちっちゃい子好きですか、総平さん。好き。なんかこう、お兄さんから見てね、総平さん、もし可能だったらこんな仕事できるんじゃないかなとか、こんなの向いてるんじゃないかな、みたいなのってありますか？でも、保育所とか、意外と、こう、みんなのことを見て、で、ケアしたりとかできると思うので、仕事としては結構向いてるかもしれないですね。いや、そうですよね。結構まあ、男女に限らずだと思うんですけれども、やっぱり小さい子が好きっていう方はね、保育所でお仕事したり、なんかちょっとアルバイトできたり、なんかそんな環境があるとね、いいですよね。テニスの話、ちょっともう少し伺いたいんですけれども、この右の写真ですね、真ん中に写っているのは、錦織圭くんですね。錦織圭さんですね。もう、すごい、ね、皆さん知らない人はいないと思うんですけど、この錦織さんとの何かエピソードあれば教えてください。そうですね。まあ、彼とは同い年で、僕が、その、これ言ったら18歳の頃なんですけども、ちょうど圭くんが日本で、有名になり始めたタイミングだったんですね。デルレイビーチっていう、マイアミの大会で初めて優勝して、で、当時テニスの王子様も流行ってたので、そのメディアはテニスの王子様だって言って結構ケイクのことを宣伝していた、本当ちょうどそのタイミングだったので、ケイクはあんまりそれ知らなくて、で、僕は母からメッセージでそれを聞いてたので、なんか日本で騒がれてるらしいよみたいな話はしたりとか、で、あとは、ちょうどその2週目とかだったと思うんですけど、NHK の取材とかが、まあ来て、で、なんか、撮影中とかやったんですけど、僕がコートの後ろ通ったら、撮影気にせず僕に手振って、なんか話しかけたりとか、もう結構マイペースな感じで、はい、やりとりはしていましたね。そうなんです。その頃からもうマイペースな性格で、あれなんですね、錦織くん。でも、ほら、怪我をしたりともいろ、でもやっぱり第一線でね、今31歳でも現役っていうところ、
ありますものね。すごく活躍されてるなと思いますよね。アメリカで一緒に生活をされてたんですかね。その同じところに所属されていたっていうことですか。同じアカデミーで、まあ、食事も一緒に取ったりとか、まあ、彼はツアー回ったりとかもしてたので、3週目とかで、こう、また違う国に行っちゃって、試合に行ったりとかしてたんですけど、結構、ね、古井さんおっしゃる通り、怪我と、あと風邪をひくとか、まあ、常にどっか痛めてたり、体調を崩してるのが傾向で、で、それは、なんか周りの、選手たちをみんな知ってるみたいな、そういうタイプだったですね。で、日本人もやっぱり向こうは少なくて、で、まあ日本語で話す機会もほとんどなかったみたいで、割とやっぱりメンタル的にも、辛い中、こう頑張ってるような印象は受けましたね。なんか貴重ですね。そういう錦織さんの大活躍の表じゃない裏の部分をね、知ってらっしゃる。俊介さんということで、はい、ただですね、この何年ぐらい一緒に、何歳から何歳ぐらいまで一緒にいらしたんですか？僕が行ったのはショートプログラムだったので、1ヶ月間を丸々、はい、そこの寮で過ごすみたいな体験で、うん、で、彼と一緒に行ったのは本当2週間ぐらいですね、ずっとした感じで。はい、だから、そんなにめちゃくちゃ長くはないんですけど、ただ、コミュニケーションは結構じっくり取ったりとかして、うん、なんかこう、今の見ている世界観とか、で、なんか、テレビではちょっとわかんないような、まあ、こととか、まあ、プレイのこととかもすごく、教えてくれたりとかして、そうですよね。おそらく日本人だと、もう本当数少ないお二人だと思うんですよね。その中での関係を築かれてきたっていうところで。で、ただ、やはり、そのプロを目指すっていうところから、まあ、帰国へっていうところがあると思うんですけれども、そのあたりのところに、はい、お話伺ってもよろしいですか？ね、本当はアメリカにそのまま残って、プロになりたいなって、まあ、思ったことはやっぱりあって、で、そういうチャンスも実はあったんですよね。普通、こう、ショートプログラムで行くと、選手コースには入れてもらえないんですけど、2週目から、その選手コースの方に入れてもらって、結構、育成のところで一緒にやらせてもらってたので、現地で残る選択肢はあったんですけど、やっぱりこう、ね、フロリダなので、時差も本当に日本と真反対ぐらいな感じで、12時間以上やっぱありましたし、まあ、母と弟がね、まあ、二人だったので、何かあった時にすぐにこう助けに行けないじゃないですか。そういうのが、やっぱりこう、難しいなと思って、母からはね、あんたそのまま残ってもいいでって言われたんですけど、でも現実問題、やっぱりね、そこは、ちょっと、まあ、考えましたよね。いやー、なんかお母様の気持ちもすごいわかります。もうね、自分の人生、自分の好きなように生きてくれっていう思いで、残ってもええでっていうお気持ち、本当素直な気持ちだったと思うんですけれども、でもそこには、お母様と、宗平さんの存在があって、プロを、まあ、諦めてっていうよりは、その、どっちを取るかっていう選択肢の時に、帰国をしようという思いがあったのが、今お隣にいる宗平さんの存在だったっていうことですよね。多分、お母様お一人だったら、そこまで、母一人で残すのもっていうよりは、やっぱり宗平さんの存在が大きかったんじゃないですかね。おっしゃる通りで、母だけだったら多分残って、その海外のすごい選手たちがたくさんいたので、その中で多分こう負けず嫌いもやっぱあるんで、やったろうみたいなのは思ったと思うんですけど、なんかこう、ね、僕じゃなくてもできるなみたいな、そのプロテニスプレイヤーっていうのが。で、僕でやる必要ないなってやっぱ思わせたのは、まあ弟の存在でしたね。そんな宗平さんですが、宗平さん、お兄さんの話を多分ですね、宗平さんすごく聞いてると思うんですよね、今お兄さんの話を。多分表出の言語が少なくって、こう自分から発することは少なくても、人の話めちゃめちゃ聞いてますよね、多分。聞いてると思います。コーラに目がいっちゃいました。いやコーラどうぞ、コーラ大好き。どうぞコーラ飲んでください。普段ですね、まあ今は、すごくこう緊張されてると思うので、こうコミュニケーション初語でっていうのは少ないかもしれないんですけど、普段どんな感じですか？あ、でも普段は結構、食べたいものとかははっきり言ってきたりとか、あと、まあお出かけしたいとか、まあ意思表示はあって、
やっぱ昔の方がめちゃくちゃ喋りましたね。うん、小学生とか時は弟ずっと喋ってたんで、うん、徐々に発語が少なくなってったみたいな感じでした。大人になるに向けてね、いろんな複雑な心境もありとは思うし、ね、今そういう状況だっていうことですね。